動画見ながらいろいろやるけど、なかなか脂肪が減らん。外歩くのはなかなかめんどくさい。ふわっとはやる気が出んし、腹筋やっても3日も続かん。筋トレも大切なんですが、痩せるためにはやはり有酸素運動が効果的です。脂肪を減らしたい人におすすめなアグラシアジロベを紹介します。スマホ持って一緒にやりましょう。まずは片足立ちであぐらを組んだら5秒ぐらいキープしてください。途中で足を入れ替えます。バランス崩したらそのタイミングで足を入れ替えましょう。できれば膝を伸ばしたままです。いきましょう。スタート。バランスを取ってください。自分のペースでね、足を入れ替えましょう。大体の5秒でいいです。これがしっかり股関節を開くんで、反り腰解消、お腹ぽっこりにね、効果的な足の動きになります。バランス取ることで全身の筋肉を使うことができます。息を止めないように注意してください。通りね、呼吸をしていいです。ちょっと息がね、上がるくらいの方がね、いいです。どんどんバージョンアップしていくんで、頑張っていきましょう。OK。 次は少し膝曲げたままで足を組みましょう。これで足を入れ替えます。いきましょう。軽く空気椅子を、ね、する感じです。膝をずっと曲げてるんで、結構下半身がね、鍛えられますので。かといって前ももが太くなったりはね、しませんので安心してください。皆さんバランス取れてますか？効果的なね、ヤジロベになりますので、しっかりね、バランスが取れてくると体幹がね、鍛えられて痩せやすい体を作れますんで、コツコツとね、有酸素運動の代わりにこれをね、やってください。OK。 次は同じように膝少し曲げて、あぐらを組んで戻してあぐらを組む。足を入れ替えます。やってみましょう。スタート。あぐら組んで戻して、また足を入れ替えます。こういう感じで足をね、持ち上げないといけないんで、結構ね、大変だと思いますが、しかも反対の足をね、ずっと曲げてるんで、結構きついかなと思います。こういうね、やらない動きはね、すごい大切です。なかなか油をまた組み直すのもむずいですよね。あとホットです。さあラストは足組んで低くなってぴょんぴょんぴょん3回したら足を入れ替えましょう。バランス崩したら足ついてください。いきましょう。スタート。1、2、3。これでお尻のストレッチもできてますんで、お尻のストレッチ、前かがみだから背中が使える、お尻も鍛えられている、足首のストレッチにもなる。これがね、もうめちゃくちゃ効果的です。正直全身使えてます。跳ねてるんで息もね、上がってくるんで脂肪燃焼もね、上がります。1、2、3回が目安。これね、むずいっすよね、バランスがね。
よし、オッケー。うわあ、歩いたり走ったり大変だよって方は有酸素運動の代わりにこれを毎日やってください。確実に痩せます。やってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。